皆様こんにちは、プロゴルフコーチの原田でございます。今回のテーマはですね、ショット時の正しいアドレス方法とアライメントですね。目標方向に対するアライメントを詳しく解説していきます。アドレスといってもですね、ゴルファーによって千差万別、いろいろなアドレスがあってですね、この人のアドレスをパッと見ただけで上手いか下手かはすぐわかります。なので今回そのポイントですね、どこを僕が見ているのか解説していきます。まず、アドレスですね。アドレスについて詳しく解説していきます。まず足幅をですね、肩幅に開いていただいて、肩甲骨を内側に寄せるような動きで背筋をしっかりと正しいポジションにしてあげます。背筋を正しいポジションにするっていうのはとっても重要で、例えて言うとハンマー投げですね。ハンマー投げ、重い鉄球、鉄の塊をこうやって体の回転で振っていくんですけれども、背筋が使われるんですね。この時に一番背筋の内力によってこの鉄の塊の遠心力をコントロールしているんですけれども、この背筋が正しいポジションに置いてないゴルファーがとても多いです。肩甲骨をしっかり内側に寄せて正しい背筋のポジションに置くとですね。で、この状態から股関節ですね、股関節を曲げていきます。30度程度ですね。で、ここもポイントなんですけれども、股関節ってどこなんやっていう話なんですけれども、大腿骨と、この骨盤をつなぐこのつなぎ目ですね、関節のつなぎ目のことを言うんですけど、股関節って、股関節なかなか感じにくいんですね、普通に普段歩いていると。なので、分かりやすい方法が一つありまして、片足スイングスクワットっていうんですけど、クラブこっち支えてもらって膝を曲げるような動きでスクワットします。で、そしてそこからバックスイングの動きします。右足のアウトエッジにこう体重をかけてすると、この股関節がすごい感じることができます。これで一回股関節を感じてみてください。この状態からアドレスするような感じだと分かりやすいかもしれません。ここから30度前傾しますね。ここでもう一つ大切なのは、体幹を使うアドレスですね。以前動画でも体幹を使う重要性について説明したんですけれども、アドレスで、その体幹を使う、姿勢ができていないと使えないので一回説明します。で、まず、アドレスした時に下っ腹ですね、下っ腹を上にこう突き上げるような形ですね。こういう形でおへその下にある丹田ですね、丹田に力を込めるようにアドレスします。そして、背中側で圧迫するような感じですね。そうすると下っ腹が上に行きますので、こうやってこういう感じでアドレス作ってみてください。そうするとここは自然な S 字になりますので、力強いアドレスが完成します。こうすることによって体幹も使えますし、この腹圧ですね、腹圧も使って球に圧力をかけることができますので、ここは大切なポイントになります。はい、そして膝の曲げ具合なんですけれども、これが曲げすぎてしまうとお尻が下がってしまうんですね。まあ、自分の中で一番重心が取りやすいポジションに膝を置くようにしてください。こんな感じですね、まあ、ステアリングが入ったようにこうどこにでも動き出せるような膝のポジションですね。体重はどこにかかっているのかというと、つま先地中まずあたりですね。そうすると体がちょっと前のめりになるかと思います。で、その時にお尻はすごく高いポジションですね、高いポジションにキープされています。ここもチェックポイントです。で、最後に、腕をだらーんと垂らしていただいて、そこにグリップが来るようにしてください。こんな感じですね。これが正しいアドレスになります。そうするとグリップエンドから、おへそまでは、拳1個半から2個ぐらい空きますね。で、まあ、ドライバーになっても一緒で、
クラブが長いだけでこう離れていくだけなので、ここは大丈夫です。ウェッジでもドライバーでも全部共通した姿勢作りができます。ここでチェックしてほしいのが、構えた時に脇の下、膝、右足の土踏まずですね、この3点が、シャフトと重なるようにこうまっすぐに、垂直にまっすぐに、なっているか確認してみてください。これが右膝が前に出てお尻が下がっちゃうと絶対ここは交わりませんので、ここがいかに重なっているか、この3つのパワーポイントが垂直に交わっているかが大切です。一回チェックしてみましょう。この力強い姿勢ができると、後ろから人に押されてもしっかりとこう踏ん張ることができるアドレスになりますので、これが、力強い強靭なアドレスとなります。わかりやすいように、順番でこのアドレスの作り方を説明していきます。まず肩幅に足を開いていただいて、肩甲骨を内側に寄せる動きでまっすぐ立ちます。はい、2番、股関節から30度前傾を作ります。3番、膝を曲げます。で、重心はつま先の土踏まずです。この状態から、腕をダラーンと垂らして、そこにグリップが来るように構えてください。感じですね。これで簡単に正しいアドレスが作れますので、まあ、4手順ですね。一回、トライしてみてください。最初はちょっと気持ち悪いなと思うんですけれども、慣れてこれば大丈夫かと思いますので、日頃の練習が、大切になってきます。次に説明するのがこのアライメントなんですけれども、アライメント、方向の取り方でも、間違っている人が多々見受けられますので、一回説明していきます。まずですね、目標物のピンに対して自分が正しくアドレスするには、線路をイメージしていただいて、上の線路がピンに向いてます。で、こっち側の、左側の線路が足を向いていますと、この線路をイメージしてアドレスすると、イメージが湧いてくるんじゃないかなと思います。で、このレールに対して、足の線ですね、膝、腰、肩、これが、平行に向いているかどうかがとても重要になってきます。次にですね、クラブヘッドの構え方ですね。レッスンしている方に多いんですけれども、このリーディングエッジって言って、この刃の部分ですね、刃の部分で合わせて、まっすぐに合わせて構えている人が多いんですね。こういう風に、そうすると若干ですね、目標に対して、開いていますね。これは、正しいヘッドの構え方っていうのは、ここの溝ありますよね、クラブヘッドのスコアラインっていうんですけれども、この線を目標に対してまっすぐ合わせるっていうことですね。これが目標に対してストレートのヘッドの構え方になります。間違っている方非常に多いので確認してみてください。今回は正しいアドレス方法とアライメントですね、ピンに対しての正しいアライメント方法を説明しました。最初は慣れないかもしれないですけれども、理にかなったアドレス方法とアライメント方法になりますので、まあ、上達するには必須な知識になります。なので、まあ、根気よく練習場に通って、家でも、こう姿勢を作ることなら簡単にできますので、アドレスとアライメントを自分のものにしていってください。以上、原陳でした。